私の名前は水木。子供二人と猫のニャニャマルを育てている普通の兼業主婦だよ。私は今下の子を出産したばかり、身内に助けてもらいながら必死で赤ちゃんを育てているところなんだ。今回の話は数年前のこと。当時長女が小学校に入学して少し一息ついたところだったんだよね。それでみんなでママ友旅行に行こうという話になったんだけど、旅行の話が出てから近所のママさんに絡まれるようになったんだ。水木さんってさ、結構旅行に行ってるよね。むつみさん、こんにちは。うん、そうだね。学生時代から旅行が一番の趣味だから。でも結婚したのに旅行に行くの？旦那さんとかお子さんがかわいそう。主婦としてのあり方とかわからないの？そんなこと言われても私の趣味だし、毎日ちゃんと働いて家事もして自分のお小遣いや貯金を使ってるわけで、何より夫や娘、身内が許してくれてるわけだからね。もちろんありがたいなとは思ってるけど、他人に言われることじゃないかな。でもかわいそう。だからさ、今度のママ友旅行あるでしょ？あれ行くのやめたら？てかやめなよ。うん、はい、決定。だからなんで他人にそんなこと決められないといけないの？だって幹事のママは別にいるのにさ、水木さんが計画考えたりしてるんでしょ？おかしくない？何がおかしいの？私も手伝ってあげるって幹事ママに言ったらさ、旅行の経験豊富な水木さんが手伝ってくれるから大丈夫だよって、そう言われたんだけど。だから何？だから引っ込んでてよ。は？水木さんみたいな人がいると私の見せ場がなくなるじゃん。あのね、そんな話ならよそでやってくれる？こっちは旅行のプランを考えるのに忙しいんだよ。だから私がやってあげるってば。結構です。なんで？ひどーい。いや、そういうのいいから。私ママ友の中で目立ちたいの。もう目立ってるよ。悪目立ちしてるから。え、そうなの？私目立ってる？そりゃもうすんげー目立ってる。ふう、そうなんだ。この人意味わかってないのか。あー、めんどくさい。むつみさんは近所に住むママさんなんだけど、かなり目立ちたがり屋の性格をしているみたいだね。わざわざ目立とうとしなくても悪目立ちしてると思うのは気のせいかな。幹事になるとお金の管理とか予約が面倒だから、旅行プランを作る立場になって目立ちたいって言ってたっけ。マジで子供みたいだね。その後も私や幹事ママのところに連絡してきたり家まで来たりしたんだけど、そもそもの話、この人って。旅行前日。あ、水木さん、明日の旅行のことなんだけどお知らせです。待ち合わせ場所は変更になりました。は？16時に駅前のカフェで待ち合わせね。よろしく。何言ってるのか意味わからないんだけど。わからなくてもいいよ、ちゃんと伝えたからね。とりあえず私は今沖縄旅行のプランを考えるのに忙しいの。那覇の中心地をいろいろリストアップしないとね。ふーん、そうなんだ。大変だね。旅行当日。水木さん、おそす。今日はいい天気だね。てか、めっちゃ暑くない？いや、寒いんだけど。ああ、そっか、そうだよね。水木さんは沖縄に来れなかったもんね。沖縄？ママ友旅行の待ち合わせ場所と時間が変わったっていうのは嘘だよ。うちらは沖縄で美味しいアイス食べてくるから、ざまあ。今、みんなで北海道にいるけど。え？え？てか、マジで沖縄に行ったんだ。いや、すげえな。それじゃ、楽しんできてね。いやいや、何言ってるの？みんなも今頃沖縄に来てるはずでしょ？で、どこのホテル？あたし、みんなと合流するから。そもそもの話、むつみさんって旅行のメンバーじゃないよね。え？いや、誰かに誘われた？誘われてないよね。というか、誘われてたら今私たちと一緒に北海道にいるはずだし。え？だって旅行の話をしてたじゃん。旅行に行くって話は多分誰かから聞いたんでしょ。でも詳しい話とかは一切していないよね。だってどこに行くのかすら知らないんだから。私手伝うって言ったし、ほら旅行のプラン。私も自分が行かない旅行のプラン作りでも頼まれれば手伝うことあるよ。別におかしなことじゃないと思うんだけど。
待って、じゃあ今日沖縄には誰も来ないの？行かないだろうね。だって私たち北海道にいるんだし。じゃあ旅行の費用とかはどうするの？私みんなと一緒に泊まればいいやと思ってホテルとか予約してないし、お金もないし、てか行きの交通費しかない状態で来ちゃったんだけど。そんなんで沖縄まで行く方がおかしい。以上。ちょっと待ってよ。そもそも旅行のメンバーとしては誘われていないむつみさん、もし集合場所や時間が変わったとしてもむつみさんから連絡が来るなんて絶対にありえないわけで、すぐに嫌がらせだって分かったよ。だからあえて友人に沖縄旅行の話を出したんだよね。今度初めて家族で沖縄旅行に行く友人にプラン作りをお願いされたんだ。つまり沖縄旅行のプランを考えているっていうのは嘘じゃないよ。でもね、むつみさんは沖縄、那覇、そっちに行けばなんとかなると思ってしまったみたい。ママ友旅行の話は他の人たちから聞いていただろうし、北海道って話も出ていたとは思うんだけど、勢いで行っちゃったんだろうね。すごいな。2時間後。助けて、みずきさん、助けてよ。ね、みんな意地悪しないでよ。きっとどこかにいるんでしょ。私のこと助けに来てよ。だから私たちは今札幌にいるから、今からみんなですすきの近くのラーメン屋さんに行くんだよ。めちゃくちゃ楽しみ。いいから、そんな嘘はいいからさ。てかもし那覇にいたとしても、集合場所や時間が変わったとか嘘をついたり、最初からたかる気満々で便乗しようとする人なんて誰も助けるわけがないでしょうが。そんな私どうしたらいいの？クレジットカードを使うなりすればいいでしょ。そんなの無理だよ。ぽっとりバレちゃうじゃん。今日はママ友たちが私に旅行をおごってくれることになった。だから1円もかからないからって言って飛び出してきたんだから。旦那さん、そんな嘘信じてるの？いや、どうせ嘘だろうって言ってたけど、だからこそバレたらやばいんじゃん。このカード使うたびに夫のところにメールが行くの。前に私が使いすぎちゃったから。というかプリペイドカードみたいなやつなんだよこれ。ああ、なるほど。今はデビットカードとかクレジットカードみたいに使えるプリペイドカードみたいなやついろいろあるもんね。私も自分のお小遣い管理用に1枚持ってるよ。じゃあそれちょうだい。大切なカードを赤の他人に渡すような人本当にいると思うの？とにかく自分で勝手に勘違いして勝手に沖縄に行ったんだから、私たちは一切関係ないよね。あとは自分で何とかしなよ。無理無理、絶対に無理。お願い助けてよ。3日後。うわ、なんかめちゃくちゃ LINE 来てる。ごめんね、旅行中にたくさん LINE 来るとうるさいから。むつみさんからの LINE は通知切っておいたんだよね。あんたのせいでしょ。勝手に沖縄に行ったのはむつみさんだし、私たちはむつみさんを誘ってもないし、自分が悪かったのにまだ言ってるの？私結局帰りの飛行機が取れなかったからさ、ホテルに泊まってカード使っちゃったの。そうしたらほら見ろって夫から連絡が来て、しかもね、いい機会だと思うからって言って荷物まとめて娘と一緒に実家に帰ったっていうの。あーね、ひどいでしょ。いや、いい機会だと思うってことはさ、今までにもいろいろあったってことでしょ。それはむつみさんが悪いんじゃないの？だから大体なんでそんな意地悪するの？意地悪って何が？なんで私を旅行に誘ってくれなかったの？これがもう意地悪でしょ。ひどいひどいひどい。意地悪も何も旅行だよ。なんで仲良くない人と一緒に旅行なんて行かないといけないの？絶対に無理なんだけど。はあ？そうやってほら私のことをハブって、私ってばかわいそう。なんか自分を被害者にしたいみたいだけどさ、私を騙そうとした時点で加害者みたいなものだからね。人に嫌がらせして楽しい？だってずるいじゃん。みんなで行って観光地で写真を撮るんでしょ。みんなでイエーイってやるんでしょ。ずるいずるいずるい。子供か。だってママ友じゃん、友達じゃん。ママ友って言い方だけど友達ってわけではないでしょう。親しくもないのになんでいきなり友達になるのかわかんないし。ずるい。あっそ、もうむつみさんとやりとりしてるのは疲れるわ。ねえ、せめて
お金貸してくれない？は？お金？そう、交通費とかホテル代とかいろいろ合わせて5万くらい使ったの。自分でこの5万を穴埋めしろ、小遣いとして渡してるんじゃなくて生活費として渡してるカードだ、使い込みしたんだから自分で何とかしろって怒ってて。あーめんどくさ。というか大丈夫なの？何が？私が旦那さんに全部話したらもっと悪い状況になるでしょう。分かってて私に粘着してるの？それはやめてよ。その後、結局睦美さんはクレジットカードを使った理由が全てバレてしまい、離婚して実家に返品されることになってしまったよ。あの後家を片付けに来た元旦那さんに聞いたんだけど、睦美さんはかなりの目立ちたがり、小学生の娘に張り合って目立とうとして家族の中でも喧嘩になったりしていたらしいの。子供と張り合うなよ。今は返品されたんだけど、割と田舎の方でね、学生時代からトラブルの多い人だったから周りはひそひそしていてかなり居心地が悪いみたい。あとは実家に兄夫婦が同居しているんだけど、この赤ちゃんがご自慢のブランドバッグによだれを垂らしたらしく大発狂をしてたけど、ちょっと笑っちゃったよ。想像してみたらなんか可愛いんだもん。この出来事から数年、私も第二子を産むことになるとはね。本当に可愛い。毎日すごく大変なんだけど本当に可愛い。皆さんもお祝いしてくださってありがとうございました。皆さんに何かいいことがあるようににゃにゃまるにお祈りするね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。